が体の動きを作ります。まずは体の回転の X からです。 X は体が左右にひねるような動きを作っていきます。まず体の局面 X のデフォーマーを選択した状態で体の回転 X を選択します。こちらも今回3点挿入で OK をします。で左右でデフォーマーを動かして体の左右の動きを作ります。まずは10の状態で体が左側に動くような動きを作ります。では、ひねった際に、奥になる方を縮めるように、そして手前に来る方を広めるようにすると自然な X な動きになります。できました。このままでは体が動いている際に首がついていけてないので、首の回転を体の回転 X のパラメーターをつけます。体がプラス10、左側に置いた時に首も同じぐらい動くように、指の回転を動かします。片側ができたらもう片側も同じようにして動かします。体の回転 X の動きができました。じゃあ続きまして、体の角度 Z の動きを作っていきます。体の局面 Z を選択した状態で体の回転 Z のパラメータをクリックします。体の回転 Z は体を傾けた
傾けるような動きを作るため、このようにデフォーマーを動かします。片方が肩が片側の肩が下がり、もう片方の肩が上がるような動きをつけます。これは単純に反転みたいな機能はないんですか？反転する。ああ、それただいま。今のところはちょっとなくてですね。仕事なんとなく同じような。そうですね。訪問に関しては主導で話しかない状態で、今ここにも要望も多いので、新しいエディターとかそういう部分に、実装検討している。体の回転ジェットの動きができる。